乾杯をもっと美味しく札幌ソラチレディオ。地平線のその先へ世界の可能性を広げる冒険家たち、そんな冒険家をゲストに迎え、冒険の旅路や目指す未来について語り合うトークセッションです。ということで、第1回ソラチレディオ、いよいよスタートしました。この番組はソラチ1984のキーワードでもある冒険をテーマに、素敵なゲストを迎えし、人生における冒険についてお話を伺っていきます。番組の MC を務めますソラチファン、札幌ビール株式会社の堀内です。そしてホストを務めますのは、札幌ビールソラチ1984ブリューイングデザイナーの新井武史です。新井さんはソラチ1984の商品化、そしてまあ今日までずっと携わってるということで、本当にまさにソラチ1984とともに会社人生を大冒険している真っ最中かなと思いますが、いかがですか？そうですね、ソラチ1984も5年目に入ったんですけども、開発に着手したのが実は2014年ぐらいからなので、まあ、そろそろ10年ぐらいということでですね、うん、まあ、本当に、開発の途中から、まあ、実際に発売してからもですね、いろんなことがあったなというのをですね、改めて思いますね。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では初回のゲストをご紹介します。将棋棋士の藤井猛九段です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、でお話をお伺いしていく前に、はい、プロフィールのご紹介をさせていただきます。将棋棋士藤井猛九段、1970年生まれ、1991年にプロデビュー、7年後にご自身で開発した藤井システムによって将棋界最高位のタイトルである竜王を獲得。将棋界にイノベーションを起こした棋士に与えられる増田幸三賞を2度も受賞されたパイオニアでございます。すごいですね、2度も受賞されてはい、 ありがとうございますでは早速楽しくお話を進めていきたいなと思いますけれども、はいはい、じゃあまず早速ですね、最初にお伺いしたいのは、この番組のテーマ、冒険ということですので、はいはい、藤井九段にとっての冒険とは何ですか？まあ、そうですね、私自身の、まあ、先ほど今ね、紹介していただきましたけど、その、まあ、新帝といいますかね、新戦法の、まあ、藤井システムというのを、まあ、20代の時ですけどね、まあ、最初にやったのは25歳の時で、はい、それがまあまず冒険ですね。とにかくそれが冒険でしたね、はい、最初のね、はい、それはあれですか、もう昔からいろいろこう新しいことをやってやろうみたいなことがあって、ついに形になったのがそのタイミングっていう。ですね、ちょっと長くなっちゃうけど詳しく大丈夫です当時の時代背景からいろいろ、はい、長くなりそうなんですけど、まあ将棋ね、全然知らない方にも分かりやすくね、ちょっと説明したいんですけど、私ね、将棋を始めたのはちょっと普通の棋士より遅かったんですね。普通は大体まあ小学生からどんどんやるんですけど、私はまあ中学生からなので、ちょっとスタートが遅いんですね。それで二十歳でプロになったんですけど、それからもともとスタートが遅かったので、まあ何て言いますかね、言い方変ですけど、中くらいで満足してもよかったんですよ。中くらいというか、障害、この立ち位置的にですね、トップを目指さなきゃいけないんだけど、普通はまあでも遅かったから、まあそこそこでもいいわけですよ。だけどなんかね、やっぱ欲があるから、ちょっとでもほんの一時期でもトップに達したいってい う, こう希望っていうかね、野心っていうんですかね、そういうのあったんですよ。でいざじゃあどうするかってなった時に、ちょっとそのもともと自分が指している将棋というのが非常にこう少数派の、戦法なんですよ。やり方が王道じゃなくて、普通トップ棋士、トップに立つ人ってやっぱり正攻法が楽だから、まあ普通にやるんですよ。で普通にやって強い人が、若くしていわゆるまあ天才と言われてた人たちがこう集まってくるわけじゃないですか。その中で、まあ一番になる人は自然とこう、まあ、この人が多分トップに立つんだろうなみたいな感じの人がトップに立つんですよね。まあ、どの世界もそうでしょうけどね。でそういう方たち の将棋っていうのは、まあ、正攻法と言われる、まあ、居飛車っていうやつですね。居飛車と言われる、居飛車っていうやり方があるんですけど、はい、それを普通に指して、まあ、トップに立つと、はい、ところがですね、私こういろいろ好みというか
好き嫌いが多いもんですから、うん、あの居飛車が嫌いだったんですよだからなるほど、はい、将棋覚えた頃から振り飛車っていう、こう、まあ、その二大戦法のうちの二大戦法と言われる割にはこう少数派なんですけどね、7対3ぐらいの割合かな。あ、そうなんですね。振り飛車というそのやり方、カウンター系の将棋がすごく好きで、あのそっちを専門にずっとやってたんですね、はい、でも結構そのトッププロじゃなければ人気ある戦法なんですけど、うん、ロマンがあるんですね、うん、ロマンがある戦法なんですけど、ロマンと現実はだいたい一致しなくて、あの面白い、ロマンのある将棋は人気はあるんだけど、あのプロでは少数派なんですね。なるほど、でそのやっぱり勝ちづらいみたいなところがあるんですか。うん、やっぱどうしても一番上のクラスに行くと難しいんですよ。あ、そうなんですね。レベルが上がるほどにちょっと苦しくなるっていう性質があって、でもそんなトップじゃなければ非常にこう通用する戦法なので、うんうん、まあ、みんなで楽しくやるっていう、楽しくやる分にはもう最高なんですけど、いざこうね勝つっていうことを考えると、まあ、ちょっと分が悪い時代だったんですね、うんうん、その時ね、うんうんうん、で自分はその振り飛車っていうね少数派の戦法を専門にしてるので、さてどうすると、それで一体トップに行けるのかと考えたら、まあ普通無理です、無理なんですよね、うんうん、で無理なんですけど、あのそこでです、そこでどうするかって岐路に立たされたわけですね、うん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 、だから中くらいでまあいいかというふうに考えるか、もう勝負に行くかってことで、うん、まあ若かったからね、勝負に行きましたっていうのが25歳の時なんですけど、うんまあ、そんなにあの退路を断つほどの問題も、あの大げさなものじゃないんですけど、うん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 、まあそうですね、やってみようってことで、その、まあ、振り飛車をそのまあ改造ですね、大胆な改造をしたってことなんですね、なるほど。だからかなりあの破天荒な形ですね。ちょっとそういう手は今までに、あの将棋の歴史も結構何百年もあるんですけど、そういうあの新しいその手はなかったっていう感じですね。だから非常に珍しい。普通あの新しい手も似たような形で昔にあったっていうのがあるんですけどね、はいはい、全く新しい手だったっていう、うん、ない手だった、だから私もすごいですね、うん、よくやったなみたいな感じですごい、だからやらない、普通の人はやらない、うん、思いついてもやらないっていう手なんですけど、なるほど、うん、まあそうですね、やることが、うん、まあそうですね、本当に冒険でしたよねその時ね、まあ、でも運が良かったですけどね、それでやってダメでしたが普通だから、でもその、まあ、富士システムっていうのを、まあ、作れたというのが、まあ、運が良かったですね。成立しなければそれまでですから。そうですよね、受け入れられたというか、あ、新しいもので使えるなって思われたってことですもんね。使えたんですよ。だからそんなことが、なぜ、そうだったのかは、まあ、今でもか、まあ、熱意とか、こう、ね、その執念というかね、気持ちが大きかったと思いますけどね。その、それでなんとかならないもんかというかね、うん、そういう気持ちがあったのが大きかったですけど、まあまあそれで、そんな今まで全くなかった戦法を作ることができたのはもう運とか、を感じますね、やっぱりね、そういうのを作られる時ってもう自分の中で悶々とやるんですか、それともなんかいろんな人に聞いたりとか相談とか。私の場合は一人です。一人本当にじゃあ藤井システムっていう感じなんですね。そうですね、当時あの、1K アパート1K アパートにこもって、まあ、そこで住んでましたけどね、 1K アパートで、黙々と、はい、将棋盤とにらめっこしてる毎日でしたね。すごいな。なんか新しいものを作り出すっていう時って、はい、まあ、楽しいこともあると思うんですけれども、はい、まあ、かなりご苦労された点もあるのかなと思うんですけれども、はい、その時のなんかエピソードとかあれば。そうですね、はい、うん、まあでもやっぱりなんか、考えても、なんですかね、やっぱり 今思えばですよ、今から思うと結構ね実現するんですよ、意外と。無理かなと思ってるものをなんとかならないかと考えた時に、まあ無理じゃないかというのが意外とね、意外とこう将棋の場合ですよ、将棋の場合ね、意外と成立するんですよこれが、すぐじゃないけど、こういう手があればいいのになっていうのが、無理じゃないかなと思ってるのは結構ずっと考えてるとね、
結果的にね成立したりするんですよ、不思議なもんで。だから時間がかかるんですね。時間をかければ結構いける。なるほど。だから僕もね、自分で言うのもなんですけど、すごい考えたの。そのこういう手があったらいいのになから始まって、成立するまではね結構時間がかかるんだけど、ずっと考えて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 たら成立するんですよ。だからその考えたなっていう、あの時ずっとずっと考えてたなっていうか、だから本当にもう毎日その何してる時でもですね、四六時中、四六時中です。そうだからもうご飯食べてて もうテレビ見てても、あのなんか何かしてても、それこそもう泳いでたりしててもなんかずっと頭の中は将棋盤があって、でなんかあの考えている状態が長かったですね。でそれでなんかたまにこう、それでなんかたまに散歩してたりした時に、あっなんつって、ああひらめいた、あそっかなんて、意外と最後ひらめく時ってなんかリラックスしてる時だったりしてね、そういうのが思い出されますね当時ね、今伺っていて、まあビール作りとかでも、はい、まあ、やっぱりこう、まあ、悶々とする時間が長いんですよね、どんなもの作るかなみたいなところを考えている中 でおっしゃるところも近くて、まあそれ考え始めたら基本四六時中考えているんですよね。まあ何使おうかなもそうですし、どんなコンセプトにしようかなみたいなのも考えて、ずっと考えて考えて考えている中で、なんか本気で考えている時ってそんなに回が出なくて、でやっぱり寝る時とかなんかそういうところでまあやっぱりなんかふっと思いついたり、あこの言い方いいなみたいなところがあったりするから、なんかやっぱりプロセスはあので全然多分レイヤーは違うと思うんですけどなんかやっぱり近しい発想の仕方なんだなと思いながら、聞いてましたね。まあビール作りも案外、まあ、時間がかかる作業だったりはして、普通のなんていうんですか、いわゆる酎ハイとかだと、はい、まあ、ある程度こうブレンドしたら味は出てくるんですけど、ビールだと1ヶ月ぐらいかかるんですよね、1回作ろうとしたら。でそれでダメだったらまたその次1ヶ月後みたいな感じになってくるので、1回1回が案外大事だったりはするんですけどね。いやけどなんか面白いです。ちなみにそんなにビールを飲まれないっていう話をなんか、ね、聞いていて、今回私ゲストで呼ばれて本当不思議なんですけど、まあたまにね飾り程度になんかアルコールをこう、まあ、少しだけね飲む時あるんですけど、ビールは飲まないです申し訳ありません。全然なるほどなるほど。だからまあ久しぶりにね、だからビールもちょっと飲んでみようかなみたいな感じで、はい、最近ね、はい、ビールをちょっと要は飲めないのが残念なんですけど、はい、ビールをね少し飲んでみました、なんかビールの飲み比べをされたと、はい、聞いておりますが一応知ってみましたね。まずソラチね、まず飲んでみて、でも他と比べないとよく分かんないから、久しぶりにだから本当にね、いやビール、ま、申し訳ないけどビールのイメージっていうと、だから昔そういうなんか パーティーとか宴会とかでなんか乾杯とか言ってとりあえずなんか飲むじゃないですか、はい、で苦いなみたいな、なんでこんなみんな喜んで飲んでんだろうなみたいな、飲まない人間からしたら、そんな感じですよね、苦いなみたいな。で苦いってイメージがとにかくあったんですけど、いやなんか久しぶりにビール飲んでみまして、最近のなんか苦くないですね、あんまりね。これは私飲んだ感じ、昔のイメージからするとす、ね、全然違いましたね。久しぶりに飲んでみて、もうそれこそ何十年ぶりかも分かんないですけど、飲んでみて、なんかそんなに、まあ、苦いと感じるものももちろんありましたけど、結構苦くないなと思って、飲めるじゃんっていう感じで、はい、いただきました、はい、なんかそういう感じなんですか、最近どうなんですか、昔20年30年前と今って何か違いっていうかあるんでしょうか。そうですね、まあ、どちらかというと苦みは少なくはなってきてるかもしれないですね。あ、はい、まあ
まあ、よく言われる話ですけど、若者がちょっとまあビール離れというか、あ、まあ、苦いのとかがちょっと苦手、はい、まあ、慣れるのまでちょっとこう昔は20歳ぐらいからも慣れてきてたのが、まあ、30間際にならないと慣れないとかいうような話も言われている中で、まあ、まあ、苦くないというか、まあ、苦味よりももっと爽快感とか麦の美味しさみたいなところを、はい、を打ち出している例の方が増えてるかもしれないですね、全体としては。でも一方で、まあ、クラフトビールっていうのが出てきたりして、はい、そこではすんごい苦かったりするんですよね。あ、そうなんですか。そういうのが効いていたりとかですかね。あるんで、まあ、案外二極化してますかね。先ほどの例だと、まあ、普通の黒ラベルみたいなのが、まあ、王道な方、でいくとクラフトビールがちょっとアリューな方みたいな、そんな感じですかね。あ、なるほどなるほど。いろいろ飲み比べいただいた中でも、はい、あの藤井九段が感じたソラッチの印象とか、はい、お味とかっていかがでしたか。まあ、初心者がなんかそんな語るのもあれなんですけど、やっぱり、まあ、なんか、はい、非常にあの飲みやすいし、まあ、ちょっとフルーティーかなみたいな、ちょっとこういう感じを受けたんですけどもね、はい、どうなんでしょうね、あの他との違いみたいな、こうどういうところがあれなんですか、売りみたいな、こう主張というか。そういう、これもまた若干難しい話にはなってきてしまうんですけど、はい、あの普通のビールって、まあ、いろんな原料をまあブレンドをして、はい、なんですかね、安定した味を出すっていうのが、まあ、基本的なんですよね。まあ、流通してさせるためにはそれが大事だったりはするんですけど、あのソラチ1984はですね、はい、あの原料のホップのでソラチエースというホップがあるんですけど、それだけしか使ってないっていうところが他とは大きく違っていてですね、まあ、それだからがあのちょっとまあフルーティーっておっしゃってましたけど、ちょっと普通のビールじゃないなっていう感じの、まあ、あの人によるんですけど、ヒノキとかレモングラスとかそういうような香りだったり、ちょっとこの爽やかな感じっていうのが出るっていうのが、まあ、特徴ですかね。なので、まあ、このソラチもいわゆる本流ではなくて、ちょっと違う方向からビールを見に行っているっていうような、そういうところなので、お話伺ってて、なんかまあソラチともなんか合うなというふうに思ったんですよね。そうです、私もそう、本流よりちょっとアリューの方が、これ好きな人みんなそっち側が好きなんですよ。あ、なるほど。ちょっとこう、いや王道は王道で分かると、うんうん、はい、それは分かるんだけど、はい、いや僕はこっちに行くっていう、そういうような感じはありますね。そういうところがなんか似てます、ね、似てるかもしれない。そうなんですね。そうなんですよね。冒険しよう、ソラチ1984。